今日はアボガドとくるみのサラダ作っていきたいと思います。まず人参4分の1本は細めな千切りにしておきます。はい、セロリ、粗みじん切りにしていきます。ではセロリの上の部分のところ1本まず刻みますが、最終的に2本使っていきます。レーズン大さじ1はお湯で戻しておきます。はい、アボガド1個大きめな一口サイズに切っていきます。レモンも小さじ1ぐらい絞っていきます。はい、くるみ大さじ1ぐらい、まあこれ歯ごたえ食感のためなので、くるみじゃなくてもナッツ類なんでも大丈夫です。刻んでいろいろな食感が味わえるサラダです。絶妙なバランスだなって思います。ぜひ作ってみてください。はい、刻み終わりました。はい、戻したレーズンを加えて味をつけていきます。塩小さじ2分の1、黒胡椒を少々、塩マヨネーズ大さじ2、よく混ぜて皿に盛って完成です。料理毎日アップしております。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。